リクエストありますか、まさきくん。ホーム、いいね。いいこと言うやん、いいこと言うやん。忘れかけていたホームを。いいこと言うやんとかやばいな。ホーム、これって隠れファンかなって言ってたで。でも全然隠れてない今日はね。初めは隠れてたけど、いいね、俺って隠れファンかな。いいですな。みんながディップしてくれてる、めちゃくちゃあのね、熱いコメントを音読したくなりますね。はい、はい、次歌います。ホーム、あ、ホームは何万回再生かしてますか。5万回。おーい、毎日聴いてるのに。今から歌う清水翔太さんのホームをね、 YouTube にアップしてるんですけど、なんと5万回再生突破いたしました。ありがとうございます。みんな、5万ってな、どれぐらいか分かる？ 100×50 ぐらい、500やで。分かる？ 100×500、 めっちゃ多いと思うんで、よろしくです。清水翔太さんもね、メジャーリーグして 1年後ぐらいに三大都市ワンマンやってました。白髪やってくれました、プロデューサーが。奈良も頑張れた。今さら枯れないよ、あの場所はどんな素敵な思い出も心にしまっておくべきなのさ。心に吐き溜め、あれからいくつの季節を超え、でもまだ聞こえてくる故郷の声。カッコつけて飛び出した別れをしむ人たち、裏切った結果になった粉ボロボロの夢、それじゃどうしようもなかった。そんな時出会った人々、人々はそんなに強くない、だから嫉妬やエゴに飲まれてしまいそうになるよ。でもそんな僕を優しく抱きしめた、悲しく出泣いた。自分の弱さがその時分かった。でも夢叶った、少しそんな気になった。そして僕はホームができた、まるで魔法みたいなでかい支えが、メカに見えた世界変わった。息をするのが楽になった。一秒一秒成長してくみんな、だから出会えてよかった、こうなれてよかった。だから僕は何もかも話した。心安らげる場所、誰にでも一つはあるはずだよ。僕は同じ日に生きた仲間たちや、隣にいてくれた恋人や、それを失ってでも叶えた夢、それも失ってでもまた思い出させてくれた新しい僕のホームがここにある。でもまだ思い出す、今さら帰れないよ、あの場所はどんな素敵な思い出を心にしまっておくべきなのさ。今でも思い出すよ、それでいいんだ、心配ないよ、まだ歌うよ、いつか帰るよ僕だ。あの頃自分を受け入れてくれた場所、全てそれが最初。あの代償の代償に関わらず、愛情にはもっと敏感でいたら、痛いやって思わせたくないから、痛いやなんてさせたくないから、そうやって見つけた生きてくすべ、偏見にまみれた常識くつれ、突きつけば取れそうなほどもろくて、でもなぜか笑顔が絶えなくて、そんな風に思えたのきっと初めて。でも虫めけど綺麗で、何もない空が輝いて、また叩いてその時僕らまた泣いて。今さら帰れないよ、あの場所はどんな素敵な思い出も心にしまっておくべきなのさ。
オリジナル曲にします。この最後の曲が終わったらね、ちょっと写真一緒にみんな撮って終わります。 僕だけ